どうもタブヤンです。今回は、超有名なファミコンソフトスターソルジャーやっていきたいと思います。全16ステージありまして、私ね多分 4,5 面しか行ったことないんだよね、子供の時ということでね、できれば全16ステージねクリアを目指すということをしたいんですけども、私の実力ではもう到底無理なので、今回は連射機能のある、愛用のねトリコマンダー使っていきたいと思います。いくぞ。ということで16連射付きこれでいきます。ただね、これがあったとしても全然いける自信ないですけどね。さあ行こう。やばい、今死にかけたぞ。バリアーがないと一撃で死んじゃうんだよね。パワーを取ってパワーアップしていく。もう一回パワーアップすれば確かこれだー。この音楽、点数を増やしても一気増えたりするのかな。それを覚えてないんですけどね。あー、もったいない、死んだステージ1で先が思いやられるな。このゲームね、でコンティニューがないんですよね。それが難易度が非常に上がる。あ、途中からなんだ。ということでゲームオーバーになるとステージ1からやり直しということで、アイテムの場所とか覚えた方がいいかもね。でね、この裏にこう隠れるんですよね。それがまたね難儀なんですよね。裏に隠れると敵のダメージを受けないんですけど、あ、ラザロも出なくなった。マジで見せ場なしアタックスターブレイ、これがボスですよ、一面のボス。まあ連射機能あるからね、全然いけるけど、ワープネクストステージ16面ですからね。1面クリア、ステージ2、これ体で覚えていくしかないでしょうね。いくぞ、勉強だ勉強。あ、ラザロ、あ、楽勝そらそうか連射装置最高あ、やばい、死ぬ死ぬ。おお、なんか見つけたよ。なんか隠しパワーアップ見つけました。一気に最強になった。やった、これでいけるかも。点数取ったから、あ、点数で生きてくれたのかな。点数稼いでいこう、なるべくね。3万点あった。 Z ね、確かその面の中で連続して取ると4万点、あ、8万点までいくっていうね、点数が倍々になっていくんだよね。 Z 隠しアイテム、あった、ほら8万点、お、一気増えた。なるほど、点数を増やすと奇数が、残機が増えるという。ああ、こいつ無敵なんだよね。真ん中を8万点ですよねあの目玉ね、同時にやっつけると8万点。 OK、 クリアー。でバリアーを持ってると、あの敵の弾にね5発まで耐えられるということですね。ただね、敵の本体自体に当たるとね一撃で死んじゃうんで全然安心できないね。こういう弾ね、敵の弾に当たっても大丈夫っていう、まあ、気休め程度ですかねこういうね、敵本体自体に当たってもダメなんだよね、一撃でやられちゃうんだよね。こういうなんか後ろから攻めてくる敵には
有効だよね、この不法化。よし、慎重に慎重に敵を倒すことだけを考えて、逃げ延びることをね、考えましょう。あった、隠しアイテム1000点なんか残機を増やしてみたいよね。残機、もう死ぬほど残機を増やしたい。よしよしよし、いいよ、音楽いいよね。あ、なかなか飽きの来ないこうね、名曲ですよね。あ、この地上とね、地上部隊と、よし、同時に倒した、イエーイ。残機なかなか増えないね、これが。倒しづらいオーケー、ワープネクストステージ。だんだん落ち着いてきたね、安定してきたよ。さあ、4面か、遠いな、16面この辺はまだ子供の時プレイしたと思うんだけどな、確かね。子供の時ほんで連射装置持ってなかったしね。あい、残機増えた、いいね。でね、あの連射機能持ってないとね、連射のそのやつ持ってないと、もう一気死ぬとね、やる気なくすんだよねそういうのがあるよね。全然なんか地上の隠しこれ Z 見つけられなくなった。おおおお、やられた、マジか、キャラメルみたいなやつにやられたさあ、こっからが問題ですな。死んでからが、おお、来たパターンやばいよこれ。パワーアップするまでつらいな。キャラメルか、避けた方がいいのかな。あった、いい、やった、よし、まずはスピードアップ、早くパワーアップしたい。あ、後ろから来るのつらいよねこれ。よし、おお、これどうすんの。よし、電車で耐えてる、パワーアップ、あ、来た、よっしゃー、来たー、この音楽来たー。あ、ずれた、よしよしよし、あ、ビッグスタープレイン、あ、やばい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 、あと真ん中だけ、怖いな、なんかぶつかりそうなんだよね本体に。よーし、やった、弾一撃食らっちゃったけどね。この5方向じゃないけど、あの前にはいいからね、攻撃力。まあいいんじゃないこのままで。あー、来た、これつらい、これ怖い、危ない。わざと弾をね、5発受けて、もう一回バリアを取るというね。よし、だから何って感じだけどね、これ危ない。これね、バリアが外れた時に素早くパワーアップしたい、まあ、そんなテクニックがないから。危ない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 、あのね、キャラメル出てきたら怖いんだよな。危ない、
危ないってダメージ受けた。いやー緊張するわー、もうずっと緊張してる。あー真横からズドンか、あれはひどいなー。中間地点かな。どうしろって言うんだこれ。おー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 、真横からズドンはつらいね。あれあれはつらいよ。 Z なんかこいつ、こいつきついね。あーやられた。弾 1個だけでやれるんだ。全然パワーアップアイテムない。あーラスト1機ステージ5で早くもラスト1機。全16ステージを目指します。横からズドンってくるでしょ。お、来た。おい、やばい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 、囲まれた。パワーアップアイテムないの。さっき何でやられたんだったっけ。忘れたぞ。この辺じゃなかった。よし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 、ナイス。あ、後半部分全然パワーアップアイテムない。あー、ラストだったのに。ステージ5のボス前でやられました。コンティニューないからね。さあステージ5戻ってきましたよ。なんとか倒せたぜ。行くぞ続き。実はね、やり直してる間にね、なんか録音するマイクが止まってしまいましてねなんか興奮してぶつけたんでしょうね。マイクが止まってたので、こっからね、別撮りで自分のプレイを見ながらね、声を取り直しております。ということで私結果分かっておりますが気にせず行きましょう。ステージ6、さあ行こう。これ別撮りして録音するの初めてなんですよね。うまくいくかなこれもでも操作してないしなでもね、これ難しいよねこのゲーム。もうなんか実況よりもなんか解説になってしまうね、別撮り興奮が冷めやらぬ状況ではなくね、さっき興奮してましたからいやー果たしてタブヤン第三者の目で見てしまうねタブヤンはステージ16を目指すことができるのか。8万点取れないでもこれ以上もう点数取ってもね、多分あれじゃない、もう奇数増えるのかな、ちょっとわかんないですけどね。 OK ステージ6クリア。でも全16ステージでしょ、まだまだ先長いですからね。ステージ7、これ一気死ぬとね、もうただならぬ緊張感だね。おお、なんだこいつ。なんかね、新しい敵キャラ動き覚えないといけないからね。こいつなんか遠目を回るキャラメルとかね、こいつなんか大したことないけどね、後ろから出てくる敵はもう嫌ですよね。パワーアップアイテム取るとこの画面上の敵をやっつけれる。あ、こいつね、キャラメル、元祖キャラメルきついよね。あー、ダメージ受けた。あー、高速キャラメル嫌いな敵の第1位ですね。高速キャラメル、あいつはもう動体視力はあいつ避けれないもんな。かなりきついですよね。
多分パチンコとかスロットできる人だったらね結構避けれるんでしょうけど、まあ、私もね一日中高速キャラメルばっかり見ててもねやれると思うんですけど、こういうスローな敵と対戦してる中で高速キャラメルがね緩急つけてくるからもうねこれね音楽じゃないマイク別撮りだからね口達者ですよファミスタのねスローカーブ投げられた星野さんにスローカーブ投げられた後にこうね90キロ台のカーブの後に130キロ台のストレートは速く見えるんだよね何が言いたいんだってスターウォーズじゃないスターソルジャーね口が調子乗りすぎましたなんでこれマイク消えたのかなラザロいけるありがとうホリコマンダーこれねもう隠れてた方がいいかもねあーパワー取れないけど命あってのものだねですよね正直ねパワーアップしなくてもねホリコマンダーさえあれば倒せるからねボスね生き延びればいいんですよ生き延びればオッケー隠れろオッケーオッケーこいつ嫌だよね危ないこれ絶対8万点取るのむずいよね目玉もう終わりじゃないのこの目長すぎないちょっとなんか隠しアイテムとかあるんでしょうねなんか噂によると100万点のとか200万点の隠しアイテムがあるらしいからね8万点ゲッツあ、ビッグサブレインこれねちょっと前にね確か裏技の動画かなんかの時にやった時にめっちゃねビッグスターブレインに突っ込んでしまうんですよねあれね下手くそーと思うと思うんですけど結構ね左右にこうホリコマンダー動かしてるとなんか上矢印にちょっと入ってしまったりねするんで今回ねまあこれ後から言えることなんですけどずっと下を押してました下を押しながら左右に動いてましたねちょっとね気抜くとね上に飛んじゃうんだよねそんなこともありましたねあー危ないこれキャラメル危ないキャラメル危ないおー目玉ね、左右どちらか倒せば倒せるっていうキャラいるよねどうやって考えたんだろうな最初に考えるとき多分今日の晩ご飯のおかずとかで考えたんだよね魚カレーとか食べたりね開発者さん絶対なんか元ネタがないこれ虫とか絶対キャラクターの元だと思うんだけどこれはなんだろうねなんかあワープ見つけたんですよねこれダブルで今ちょっと言い逃したラッキーでしたよね一気にステージ12へ多分このゲーム他にもワープゾーンあると思うんですけどねワープを駆使すると最短でね16ステージいけるんじゃないかなさあここから勝負ですよ残り4ステージに一気になりましたからねまさかのチャンスが巡ってきた全12ステージいける私ならいけるどこかのコーヒーが欲しいんだけどなあーこれもったいなかった今の絶対もったいないよねだと思うんだよねあんななんか一面ステージ1に出てくるような雑キャラにねやられちゃうし
ないよね。ショックですよ。せめてね、高速キャラメルとかにやられたんだよね、こいつとかね。わかるんだけど。ボクシングでカマセイム相手に負けるみたいなね、青木みたいな感じですよ。初めの一歩知らない人はね、何でも困ったんですよね。格下のね、やられてしまうと思うんですよね。ラザロ。このね、上下の攻撃のパターンの時はラザロ一番倒しやすいんじゃないかな。オッケー、来た。俺起死回生だよね。ここでこの装備は大きいよ。これはね、だいたい画面下の中央に行っておかないと、一番安全地帯画面下の中央じゃないかな。おー、これ怖い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 。よし、ボスまで来たよ。8万点ミス。またビッグスターブレイン。さっき倒したとこなのにビッグスターブレインというね、これショックだね。心の準備がね、ビッグスターブ、あー、これは痛い。何も焦る必要なかった、長期戦で行けばよかったんだよね。惜しかったよな。ここでね、心が折れましたね今の。あーちゃーちゃー。ということで、ここで私タブヤンのスターソルジャーの挑戦は終わりました。このタイトル画面に隠れてるね、ビッグスターブレインやられちゃいましたね。まあ、全16ステージで12ステージ、まあ私にしてはよくやった方ですよ。自分で自分を褒めたいと思います。それではまた機会があればね、リベンジしたらいいですけど、当分はリベンジしたくないです。それではまた、さよなら。